こんにちは、ゆるりでございます。皆さん、フジロックや愛知の波物語などでノリノリで踊って歌ってお酒飲みまくって、イエイイエイと規制を発して大声で叫んで中国コロナ祭りを楽しんでいますか？笑い。さてさて、冗談はさておき、今日は芸能ネタをお伝えします。題して、熊田曜子離婚騒動後初登場、関西コレクションでノリノリです。最後に日本人の反応をお伝えします。それでは早速行ってみましょう。あの超有名人、あの超スーパースター、あの超スーパーヒロイン熊田曜子様が関西コレクションに離婚騒動後初登場しました。世の中の男性を魅了し、世の中の女性の憧れの的、おもちゃ業界も大注目のあの熊田曜子様が満を持し登場したんです。笑い。実に素晴らしいことです。実に素敵なことです。皆様も大喜びなのではないでしょうか。報道によりますと、京セラドーム大阪で開催された関西コレクションに水着で登場し、新型コロナウイルス対策で上限5000人とされた観客を沸かせたそうです。大人っぽい曲に乗ってランウェイをかっぽ、途中で黒いハットと服を脱ぎ捨てるとゴールドのビキニ姿に、3児の母とは思えぬ見事なスタイルで若い女性ファンを釘付けにした。終了後に取材に対応した熊田は、すごく緊張しました。出演者の方もそうですし、年齢も自分とだいぶ変わるんで緊張してたんですけど、お客さんがすごく温かくて、声は出さないようにしても体を動かしながら手を振ってくれたり、ニコニコ笑顔で答えてくれたので、すごくパワーをもらえましたと満足そうな笑顔を見せたそうです。約2週間で2から3キロの減量をしたという。本番はあっという間だったという熊田は、関西コレクションでスペシャルステージという場を作っていただいたので、私の制服でもある水着でぜひ出演させていただきたいと。水着で出るということは、いろんな角度からの目があるので体をケアしなきゃと思って、夜ご飯を控えめにしたりとか、食べる時間を変えたりとかと明かした。3人の子供については、水着でカンコレに出るので、ママはちょっとダイエットしますと宣言して、いつもご飯の後にお菓子を食べるんですけど、ママはダイエットだからダメだねって子供たち3人で食べてました。協力してくれましたと告白したそうです。金色を選んだ理由については、秋冬のコレクションなので落ち着いた色のお洋服が多いと思って、私が着ているコートも黒なので、パッと脱いだ時インパクトがあった方がいいかなと思ってと説明。心配しているファンに対して一言と言われると、 SNS が止まってる間もたくさんの応援、私もこうでしたって経験も踏まえながら温かいメッセージをたくさんいただいたので、これから元気にやっていこうと思いますので支えてくださいと思いを伝えた。離婚騒動の経過に関しては、今お互いが弁護士さんを通して話し合っている状態なので、なかなかお話ができなくて心苦しいんですけど、何か改めてきちんと報告できる時が来ましたら、私の口からご報告させてくださいと話すにとどめたそうです。熊田は2012年に一般男性と結婚し三女を設けたが、今年5月に夫が熊田への暴行容疑、熊田に怪我はなしで逮捕され、同20日に釈放された。逮捕の事実は同21日に公になり、熊田は同31日に夫と離婚することを決意したと発表していた。以上です。次に日本人の反応です。応援してます。いろいろあった人だから苦労が顔に出てるよね。ふう、もう一生ウーマナイザーの人、ウーマコレクション、関西コレクションって訳ありの人しか出られないのかな。股間になんか隠してる、しわしわやん。顔は触れないけどサイズダウンしてるね。へそが怖い。変なへそのおかげで他に目を生かさない作戦、これでウーマナイザーとかエロすぎる。
東京ガールズなんとかが本物で、これはバッタモンだろ。本家はコロナ対策でオンラインだし。老けたな、ウーマ。陽心助ガールズ、笑い。DBA 感がひどいな。子供がかわいそう。もっと肉つけてウーマ大使してほしい。ゆり子そっくりになったよな。どっち抱くかと言われたらゆり子だが。この人の需要的に腹割る必要なくね。この精神的タフさが羨ましい。こいつのメンタルが。羨ましいわ、笑い。二大ウーマナイザーの一人。顔がでかいのが弱点やな。おまたに、ウーマナイザーを挟んで登場した？胸しぼんだな。この路線でいいんだよ。むしろ好感度上がったよね。性欲強すぎる印象ついちゃったからな。今後どうなるんだろう。いいやん。エロさが増した気がするな。お人前に出てくるとは、すごい好感だね。ある意味、芸能人としての資質があるということか。以上です。今後も、芸能界のスーパースターとして、スーパーヒロインとして頑張ってほしいですよね。日本国民に幸せと喜びと笑顔を与え続けてほしいですよね。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。Thank you.